Hey guys, thanks for checking out the guys, out for video こんにちは、クリスです今日はですね、ちょっと、まあ、あの自分が本当にやりたいことを見つけるとどうしても怖いよねで。これやらないといけないんだけどやれない、怖いもん、なんでだろうっていうことについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。みんな、嫌われる勇気って読んだことありますか結構ね、深い。 面面白いすっきり面白いいすっことが書いてあるよ、ね、この自分のビジョンをやりたいんだけど怖くてできないなんでだろうっていうのが今日のトピックなんだけどちなみにこの「嫌われる勇気」はこの「アドラー」っていう心理学をマスターした哲学者が若い少年に向かって教えてる話してる会話しているっていうストーリーになってて結構面白いよ。 この哲学者が若い人にこういうふうに言います。私の若い友達に小説家になることを夢見ながらなかなか作品を書き上げられない人がいますで。彼によると仕事が忙しくて小説を書く時間がないだから書き上げらない書き上げることができないで賞の応募に至らないだそうです。 しかし、果たしてそうでしょうか実際のところは、応募しないことによって、やればできるという可能性を残しておきたいのです。人の評価にさらされたくないし、ましてや、大作をかぎあ書き上げて落選するという現実に直面したくない。時間さえあればできる。環境さえ整えれば書ける。 自分にはその才能があるんだという可能性の中に生きていたいたんですおそらく彼はあと5年10年もすればもう若くないからとか家庭もできたからとか別の言い訳を使い始めるでしょううーん結構深いよね Alright. どういうことかというと、ね、小説家になりたい人がいるわけよ、ね 小説家か本,か本書きたいなと思ったことある本書こうと思って決めた人いる最初の1ページも書いてない人これはあなたについてだよ。はい小説家になりたい人がいます時間がないから書けないこれもう資格も同じ資格がないからまだこれやっちゃできない、ね、お金がないから資格が買えないだから本当にやりたいことができないこれも同じね。 小説家になりたい。でも、本当になりたいわけよ、小説家に。でそれで生きていきたいんだよね。でも、それがなくなってしまうっていうのがめちゃくちゃ怖いのね。もう頭の中ではそれが死ぬって思ってるわけよ。だから、 死にたくないから自分にその小説家になるっていうチャンスを与えないっていうことなんですよ。What? That's crazy, Chris.No, it's not crazy.Listen to this.、Okay? 人間の脳には3つのサイレントの脳があるっていう話を聞いたことは山ほどあると思います。ちょっとね、あの英語で言うと Reptilian Brain and like the Herd Brain and the Neo-Mammalian Brain.、Right. で、日本語にすると 爬虫類の脳一番最初の脳ができた部分でこの爬虫類の脳はもう一番この nervous system に近いんだよねすごいホルモンとかの出せるし体も簡単に動かせるのねこれがサバイバルの脳なんですよこれを爬虫類の脳って呼ばれてるのね水飲みたかったら水を飲む食事食べたかったら食事を食べるとか で旧哺乳類の脳、まあ、これはディアとかだよ、ね、の群れとして生きていた方がサバイバルの確率が上がるだからトライブでいこう生きていこう群れでいこうまあゾウとかそうだよね鹿とかもそうだよね牛とかもそうだよねアフリカの牛とかもそうじゃないで最後に新哺乳類の脳っていうのがあって、まあ、これはもうじゃあスペースシャトルを作れるみたいなそういう あ新しい一番最後に作られた脳っていうところなんですよ。はい自分のビジョンやりたいことがあってそこに向かっていくと失敗を恐れるよね。で失敗を恐れると怖くなるわけよ。でこれがどういうことかって脳の中でどういうことかっていうとね実はその失敗 っっっで自分がが死ぬてて脳が思っちゃってるわけよ一番古い脳がサバイバル的な脳がえどういうことなのちょっと聞いてくださいこれすごい大切だから例えばねあなたがコンビニに行くって言って道を渡るじゃんねでバスが来るわけよでバスがやべえバスに当たるみたいな感じで,でその時あなたはね一番新しい人間の脳を使ってゆっくり考える冷静に 今あのバスは多分46キロできてるなって1.8トンは最低あるよなここでやったら肩の骨折シャロック・ホームズの頭みたいなもんだよね肩の骨折膝は壊れる、うん、背骨が割れるでそうなったら引かれる可能性もある救急車が来るまでに病院がうん連絡して6分かかる死亡の確率は72%かなじゃあどうしよう OK じゃあ前に行った方がいいか後ろに行った方がいいか後ろだったら2メートル前だったら1.3でも左にも車が来てるそんなの考えないでしょ考えないでしょバスが来てるってなったらうわーってなってブワって動き出すよね勝手にでこの勝手に自分を動かしてくれるっていう脳がこの一番古い the reptilian brain サバイバルの古い脳なんだよ でこの脳のは生きるかか死ぬということなのだからバスが来たらビジュアル的な映像でメッセージが「おいこれひょっとしたらやばいぜ」っていうのが脳に入るわけよね。でその「やばいかもやばくないよ」やばいかもっていうのを分ける脳部分があってでそ,のそれが「これやばいぞ」ってなったらすぐその目からそのバスが入ってくるっていう情報をその一番古い 脳の部分に伝えるんですよでその脳がすごいんだよ英語で言うとコル日本語で言うとコルチゾンっていうホルモンケミカルをまず作ってくるのねストレスホルモンをブワーって一瞬で体の中で出すことができるんだよでそうするとどうなるかっていうと自動的に心拍,力心拍の数が上がるのねドキッドキ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 ,ドキって。 勝手になるんだよで筋肉もガッてなって一瞬で自分が動けるっていうところまで体のケミカルも変えてくれるの。で行動も起こしてくれるの。で実際の研究で冷静に考えると3秒とかかあのか,かるんだってバスが来てるからここに動かないといけないって。でも研究とかによるとマジ。 1>, 1秒以内で体が勝手にバスからそのアウウェイの行動を取,らし取るわけよ。この脳のおかげで。すごいでしょそういう意味で考えると。だからバスが来ると勝手に体は動く。<All right. S 1> あなたは自分のビジョンがある。自分が本当にやりたいことがある。ね、小説家になりたいとか。でも失敗したらどうなる その失敗をあなたの脳はバスに当たるって思ってるだけなんだよ、ね、実際に失敗してもバスには当たらないんだよでもあなたの脳は勘違いしてるので失敗に当たるって思うので脳は、ね、あなたの体のまずホルモンを出して心拍力が上がってきてストレスの状態になります間違いなくその失敗っていうのを考えるだけで で、今度、脳は別の脳の部分を使って、ロジカル的にあなたに説明しようとします。失敗したら、社会的な尊敬を失う。信頼を失う、ね。親から認められない。恋人、奥さんがダメっていう。お金がなくなるよ。生活ができないよって。脳は勘違いしてるんだよ。本当にそのバスとかトラックに当たると思ってるんだよ。もちろん、それで、 本当に失敗したら生活費がなくなったらやばいじゃんと思ってんんだよあんた死ぬって思ってんだよ。だから守ろうとしてんだよ自分を。だからさっき言ったんだけどそのトラックとかバスが来るってなった時にある一部の脳が多分その名前がマグデラだと思うんだよねマグデラちょっと日本語でちょっと調べないといけないんだけどその部分の脳がこれは大丈夫これはマジやばい。 っていう判断を一瞬でする脳があるんだよね。そこをリトレーニングしないといけないんだよ。で、どうやるかっていうと、まあ経験なんだけど、こういうことを学んでいくとやり方があるわけよ。もちろん時間はかかるよ。うーんとやってね、うーんとやって、ああもう治ったっていう話じゃないんだよね。慣れていくことができるんだよ。で、なぜできるかっていうと。 失敗っていうのは神様からの宇宙からの道印なんですよ。ね。成功している人がいいでしょ。いるとしようよ。ね。あなたのビジネス。あなたの本当にやりたいことで大成功している人。ね。あの人はどうやってそこに行けたいきなり最初からよし、やってみようって言ってササササって言った人なんていないぜ。いっぱい壁に当たったんだよ。 痛い,い経験とかしたんだよ。も言ってるうちに慣れてくるんだよ。ね。でどういうことかって言いますと、その、ね、やりたいことがあるでしょで例えばあなたがここに向かってるとしようよ。このポイントに、こっちの方向に行きたいのね。でも実は、こう言ってるわけよ。どうやってそれが宇宙があなたに教えてくれる間違えれるよって教えてくれるんだよ。 その間違えてるよっていうそのロードサインみたいななもんなんだよあなたが失敗して死ぬとかそんな話じゃないんだよこれ。ここのこっち行っちゃったら私はダメな人間で認められなくてで親も駄目と思うしそれ本当にできないんだみたいなのが勝手に脳の仕組みに残ってるからそうなるんだよそれを変えないといけないいいとけのだからただ単にこれ当たったらあっラッキー当たったんだ。 でこっち間違いだなよっしゃ経験プラスワンってテラテッってレベル2みたいな感じでもう本当に RPG みたいな感じなんだよ本当にえ脳がただ単に勘違いしてるよっていうことなんですよで最後ね最後ね成功してる人たちはなぜ成功してるかっていうとある正しい方法でカチッって回ってうまくいったんだよねだから あなたもその勝ちっていくやり方を同じことをやればうまくいくんだよだから何をやったのかっていうのはめちゃくちゃ勉強しないといけないねでね面白いのはもしうまくいってない人がいると知るじゃんうまくいってない人のことを同じことやるとどうなると思ううまくいかないよね うまくいっている人と同じことをやればあなたもううままくいくくいいいんですでうまくいっている人とあなたの違いは経験なんですどうやってじゃあそこに行くんだったらどうやってその経験を手に入れる勉強実際に話しに行くセミナーに行く本を読む、ね、そういうのプラス 間違いなんだよ。よかったね、間違いがあって。自動的に教えてくれるんだよ。不思議だよね。最高だよね、宇宙。ついてるよね、俺たち。そういう意味で考えると。ね間違ってるの。教えてくれるんだよ。そっちじゃないよって。ねそしたら、これを知ってたら、間違えた時にニコニコしながら、やったぜって。そういうレベルまで持ってきるんだよ。やったぜ。これまた間違いが来た。ついてる。うふうって。 で最初は辛いかもしれないよやっべえしねえって思っちゃうかもしれないんだよもそれは自分がトラックと当たるって思ってるだけだから本当に実際にトラックに当たるってことはないからでもそう思っちゃうからどうしてもそしたらいろんなテクニックでね冷静にしないといけない自分を冷静な状態に持ってくるでも本当にこういうのをやっていると 間違いがあっても怖いことがあってもなんかニコ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 して「ああ OK? いいよ」ってで本当に必要だったら人間の本能の中に戦士の脳っていうのがあるのね Warrior The warrior brain っていうのがあるのそこのトレーニングしていくとマジ本当に戦争とかになって これマジトラックに当たるぜって失敗してあのイリュージョンじゃないよ本当にいやもうトラックが来て逃げることができない、ね、鹿を壁に押すとライオンが壁に押すと鹿は逃げられなかったらアタックするよねそういう本能もついてるのねでそれをスイッチすると恐怖をなくすことができるの,できるのかかってこいやみたいなそういう秘密兵器もうちら持ってる。 まあ、今日のポイントはその、ね、バスとかトラックに当たるとその恐怖だと思って自分をサバイバル的に守ろうとする脳があるんですそれは常に私たち人間として優先順位がさらにオンになってるのね私たちは恐怖から逃げるっていう方が幸せなところに行くより全然強いんだよそういう動物なんだよ僕たちはで成功するために、ね、小説家になりたいんだったら 本を書かない。な、ね、ぜかというと失敗する恐れがあるから、それは間違い。そこにトラックはないんです。ね、小説家だったら書きまくって、失敗しまくって、ね、経験めっちゃ詰めて、ね、最初の一冊で成功するなんてそういう考え方、ね、<laughs> やめてもいいと思うけど。うん right. Anyways、ね、クリス、セミナーやってるんで、こういうの興味あったら、いつでもセミナーに来てください。 Alright, I'll see you in the next video. Woo!